はじめまして、国立天文台の三好と申します。私はブラックホールの姿を撮像する観測の実現に向かって研究を進めてきました。ブラックホールの姿を観測するには地球上にある全ての高周波電波サブミリ波帯の電波望遠鏡に加えてアンデス山脈に新たな電波望遠鏡を作り、それら全部をブラックホールに向け VLBI 観測を行う必要があります。これまでの工法でアンテナを製作すると膨大な資金が必要となります。そこで私はへら絞り法という金属加工技術を用いて精度の高いアンテナを安く作ろうと考えています。このへら絞り法の検討を進めていくうちに、その加工精度が学術的には明らかになっていないことが分かってきました。下町職人、匠の技として知られるへら絞り法の加工精度は大変高く、銀やプラチナ製の高級グラスなどから宇宙ロケットのペイロードフェアリング、燃料タンク、飛行機のノーズコーンのようなものまで作られています。ところが金属加工の専門家にはへら絞り法の凄さが知られていないようなのです。現在のへら絞り法の技術水準についてこれはよく研究されておらず、専門家は古い常識のままらしいのです。今回のプロジェクトでは、へら絞り法で作った差し渡し2メーターのアンテナの面精度を大型3次元測定器で高精度に測定したいと考えています。へら絞り法の精度の実証は、ブラックホールの観測実現に向けて一歩進めるだけではなく、工学の専門家を含め、へら絞り法のこれまでの理解を変えていくことができます。へら絞り法の精度を定量的に求め、研究論文の形で発表することで、工学の発展にも寄与していきたいと考えています。ご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。